はい、こんにちは。中学受験国語読解、新見南吉、渡郎さんと牛。牛引きの渡郎さんは大変良い牛を持っているとみんなが言っていました。だがそれはヨボヨボの年を取った牛で、お尻の肉がこけ落ちてあばら骨も数えられるほどでした。そして空の車を引いてさえ、じきに舌を出して苦しそうに息をするのでした。こんな牛のどこがいいものか。渡郎はバカだ。こんなヨボヨボな牛は売ってしまって、もっと若い元気のいいのを買えばいいんだと、訳を知らない次郎左衛門さんは言うのでした。次郎左衛門さんがそうは言っても、渡郎さんのヨボヨボ牛は渡郎さんにとっては大層良い牛でありました。どういうわけなのでしょうか。人間には誰しも癖があります。渡郎さんにも一つ悪い癖があって、渡郎さんはそれを言われるといつも恐れ入って頭をかき、ついでに背中のかゆいところまでかくのですが、それというのはお酒を飲むことでありました。村から町へ行く途中に道端に大きな松が一本あり、その陰に茶店が一軒ありました。ちょうどうまい具合に松の木が一本と茶店が一軒並んであるということが、渡郎さんには良くなかったのです。というのは、松の木というものは牛をつないでおくに良いもので、茶店というものはお酒の好きな人がちょっと一服するに良いものだからです。そこで渡郎さんは村へ帰る途中、そこを通りがかるとつい牛をつないでふらふらと茶店に入ってちょっと一服するのでした。ちょっと一服のつもりで渡郎さんは茶店に入るのです。けれど酒を飲んでいるうちに、人間の考えはよく変わってしまうものです。もうちょっとと思って1時間ぐらいじき過ごしてしまいます。するとちょうど日暮れになりますから、まあこうなれば月が出るまで待っていようとまた座り直してしまいます。本当にそのうち月が出ます。帰りに通る野原は、菜の花の咲いている時分にしろ、稲の苗の植わった時分にしろ、月が出れば明るくて美しいものです。しかし月が出ても出なくても、もう渡郎さんにはどうでもいいことです。というのは、渡郎さんはその頃までにひどく酔っ払ってしまうので、目などはっきり開けてはいられないからです。それが証拠に渡郎さんは牛と松の木の区別がつかないのです。ですから松の木に巻きつけた綱を探すつもりで、牛の腹をいつまでも撫で回したりします。仕方がないので茶店のおよしばあさんが手綱を解いてやります。その上、およしばあさんは小田原提灯に火を灯して牛舎の台の後ろに吊るしてやります。何しろ酒飲みは平気で人に世話をさせるものです。渡郎さんはおよしばあさんに世話をさせるばかりではありません。これから牛のお世話にもなるのです。渡郎さんは夜道はこうも遠いものかと考えるのです。そして手綱を牛の綱に引っ掛けておいて、自分は車の上に這い上がります。こうすればもう夜道がどんなに遠くても渡郎さんには構わないわけです。ただ眠っている間に車から転げ落ちないように、荷を縛りつける綱を輪にして自分の顎に引っ掛けておくことを忘れてはいけないのです。目が覚めると渡郎さんは自分の家の庭に来ています。牛がちゃんと道を知っていてくれるのです。こんなことはたびたびありました。一遍も牛は道を間違えて渡郎さんを海の方へ連れて行ったり、知らない村の方へ引いて行ったことはなかったのです。だから渡郎さんにとってこの牛はこんなヨボヨボのみすぼらしい牛ではありましたが、大変役に立つ良い牛でありました。もし次郎左衛門さんの勧めに従っていたら、今度渡郎さんが酔っ払う時、どこで目が覚めるか
分かったものではありません。十里先の町の真ん中で酔いから覚めるかもしれません。それともこの半島の橋の海に臨んだ崖っぷちの上で目が覚めびっくりするようなことになるかもしれません。何しろ若い牛は元気がいいので一晩のうちに十里くらいは歩くでしょうから。渡郎さんはいい牛を持っているとみんなは言っていました。まるで親切なおかみさんのようなと言っていました。新見南吉、渡郎さんと牛。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。